皆さんこんにちは、今日は手作りグラノーラの作り方をご紹介します。こちらはノーマルバージョンで、子供でもフライパンで簡単に作れるグラノーラで、こっちはオーブンで作った抹茶グラノーラになります。どちらもすごく美味しいのでぜひ試してみてください。
やって刻むの？なんていうの？わかんない。ピーク。ピーク。そう。あった。見つけて。はい、次はこれはオートミールです。小麦粉を炒めるんだけど、まずこれ、ね、これこれこれ。これ。うん。最初。ココナッツオイル。好きなだけ？好きなだけじゃない。ちょっとママ入れようかな。大体大さじ3ぐらいかな。このぐらい。次で次はメープルシロップ。これです。うん。
シードとかサンフランシードとかパンプキンシードとかサテルミックスのナッツも入れます。あとほらさっき切ったイチジクも入れて、すごい栄養たっぷり。英語でなんて言うんだっけ？これ忘れちゃった。フィグ、フィグ、フィグ入れたいと。フィグ、フィグ、フィグじゃん、フィグ。あとレーズン欲しいな。レーズン、あ、でも待って、もうちょっと入れようか。レーズン欲しいから、オッケー、もうちょい、はい、オッケー。すごい美味しそうじゃん。うん、そこ置いといて。こんな感じでこんがり、美味しそう。これしまうね。うん。味見。美味しすぎる。ピーも食べてみた。サクサク。よし、じゃあこれでちょっと冷まして瓶に詰めよう。後で瓶も詰めるの？余ったやつ。だって乾燥しちゃう、まあ、かん、湿気ちゃうじゃん。
よろしく。